今日は HIV と AIDS の違いについて、この2つ結構ごっちゃになってたり、違いを知らないって人多いんじゃないでしょうか。まずは HIV ですけど、これはヒューマンイミノディフィシエンシーバイルスを略して HIV と言います。日本語だと人免疫不全ウイルスといって、人の体をいろんな細菌とかカビとかウイルスなんかの病原体から守ってくれる細胞に感染するウイルスのことです。つまり HIV は人の免疫細胞に感染するウイルスのことです。 AIDS っていうのは HIV に感染すると細胞の中で HIV が増えていくんですね。すると体を守ってくれる免疫細胞が体の中からだんだん減っていって、普段だったら感染しない病原体に感染しやすくなって、いろんな病気を発症します。この状態のことを AIDS アキュアードイミノディフィシエンシーシンドローム、日本語だと後天性免疫不全症候群と言います。この発症する疾患ですけど、代表的なのが23個あって、これらが発症した時点で AIDS と診断されます。つまり AIDS は HIV によって引き起こされる病気ってことです。なのでよくニュースとかで AIDS ウイルスっていう表記を使ったところがあるんですけど、あれ間違いです。 HIV の V はVirus、ウイルスって意味なので、ウイルスは HIV の方です。 AIDS の S はシンドロームなので症候群なので、AIDS ウイルスっていう表記はおかしいんですよ。大切なことなので、ぜひこの2つの違いしっかり理解しておいてください。それでは、ね